どうもこんにちは。今回は 6BM8 複合管の真空管アンプ5回目はロフチンホワイトの真空管アンプでございます。このチャンネルでは様々な真空管を使い真空管アンプなどの設計と製作をして楽しんでいます。自作したアンプは全て参考回路図と性能表、実際の音も録音して発信しています。今後もお見逃しのないよう今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。画面右下の隅に登録ボタンがございます。それではスタートいたします。酸欠、五欠、UL 接続、超酸欠と4種類の製作をしてきました。どれもまずまずの音が出ていましたよね。出力は 1.5W を目標にしていましたが、どれも目標を達成でき満足できるものになりました。前回直結回路を考えていたのですが、先に超酸欠接続回路にして製作しました。しかしロフチンホワイト式の直結の回路を諦めるわけにはいきませんよね。実はこれを待ち望んでいた方もおられるのではないでしょうか。お待たせいたしました。第5回目は 6BM8 ロフチンホワイト式を作ってみようと思います。ロフチンホワイト式の原型回路は1929年にロフチンさんとホワイトさんが考案されたのは有名な話です。初期型は直熱三極管O0が使われています。すでに100年近く前の話なんですね。しかしこのシンプルな回路をさらにシンプルにすることもできないので、今でも大きく変わっていません。回路の特徴としては真空管2段の信号経路を直結にすることによって中間にあるカップリングコンデンサーを外すことになります。出力段のグリッド抵抗も外すため、結果的にローパスフィルター回路もなくなり、特に低域の特性向上につながっていきます。またコンデンサーの質によって音質が変わるという問題から解放されるのも大きな利点があります。音質に定評のあるジェンセンの銅箔オイルコンデンサーやスプローグのビタミン球などが入手できちゃったりすると、実はコンデンサー結合でいいやということになっちゃう場合もあります。すでにお使いになった経験のある方は想像できる話と思います。ただし価格の問題があって購入には勇気が必要です。コンデンサーは悪役になっている傾向は確かにありますが、逆に音質に個性を持たせた音作りができる利点があります。今これを書いていてどこかに一杯置いてあるのを思い出しました。いやいや、今回直結回路です。ロフチンホワイト回路のもう一つの特徴は出力段の仮想度コンデンサーの使い方も変わっていて、コンデンサーをブランド側にしなくて高圧 B 電源側に持っていくのも面白いです。コンデンサーの極性が変わり耐圧が上がるのでサイズが大きくなる問題が出てきます。その接続方法は信号伝達を少しでも速くするためのアイデアなんだそうです。私が今紹介している複合管シリーズのアンプは電源トランスを使ってなく DC12V の AC アダプター方式です。ヒーターの点火には直流点火になるためにノイズの面では問題ないのですが、ホワイト回路構成するには出力段の仮想度電圧が耐圧不足になってしまいます。ヒーターと仮想度管の耐圧が 100V 以下にする必要が出てきます。そして仮想度電圧が 100V になったとして何が問題なんでしょうか。出力側のグリッド電圧は仮想度電圧よりさらに 20V くらい低く設定させるため、初段側のプレート電圧が直結させるには初段側のプレート電圧が80V以下で使うことになります。初段の三極管は内部抵抗が大きいため電圧を下げるためには電流を下げる必要が出てきます。面倒なことが多いですよね。増幅率は高いですがデメリットもありますね。真空管はプレート、仮想度、グリッドを正常動作させるためにはそれぞれがバランスの取れた電圧を因果させないと性能が出ません。さらには流す電流によって音質や歪み率特性が変わるのも不思議で面白いです。前回紹介した超三極管接続アンプの回路では初段仮想度電圧をかなり低めに使ったわけですが、ドライブ電流も低かった割にあれだけの音量感のある性能に仕上げることができました。初段の設計をするにあたり私が普段心がけているのは仮想度電圧は 1.4V 以上にしたいところなんですが、しかし前回 0.6V くらいでも何とか使えたので、もしかして 6BM8 の初段側の三極管でもロフチンホワイト回路ができる可能性があるのではないかな。
と考えました。もちろん電源トランス仕様の場合はヒーター電源にバイアスをかけることで体圧をコントロールできるため問題なく製作することができます。今回ここで製作をするロフチンホワイト回路は AC アダプター式に対応させるための対策をすることでなんとかなる気がしています。設計というよりは条件に当てはめていく感じになります。制約のある中どのように作っていったのか簡単に紹介していきます。お盆の連休あまりにも暑かったのでエアコンで涼みながらですが調整に数日かけて完成させました。性能を向上させるための調整なので実は意外と時間がかかってしまいました。だいたいこれで良いかなと思って特性を測ると意外と結果が悪くてこれじゃ紹介できないなぁと何度か回路組み直しました。そのプロセスはいろいろやりましたが概ね忘れています。でも覚えていることを簡単に説明していきたいと思います。最初に考慮することは出力段側の仮想度電圧です。ここは耐圧 100V なのでマックスが 100V、 最初からマックスで使うのはさすがに失礼なので少し余裕を見て 95V くらいが基準として考えます。すでに三極間接続の回路が完成しているのでその回路図を使って予想される電圧を書き込んでいきます。出力側2番ピン仮想度に 76V を足して約 95V、 同じようにグリッドとプレート B 電源にそれぞれ 76V を足して図面位置に書いてみました。次直結回路にするために中間のコンデンサーと抵抗を外します。初段側のプレート電圧が変わります。図面2に書き直しました。初段側の吸盤プレートの電圧を 76V にするために初段の仮想度とプレートの抵抗を決めていきます。この時は出力管は動作させないので OPT へつながる線は外して一旦出力管の動作を止めます。初段仮想度に 1kΩ と 4.7kΩ の可変抵抗を直列につけました。初期設定は最大値 5.7kΩ です。プレート抵抗ですがかなり大きな値になりました。最初は 330kΩ くらいから始めます。吸盤ピンの電圧を測りながら 4.7kΩ の可変抵抗を少しずつ回しプレート電圧の変化を見ていきます。調整できない場合は抵抗値を上げていきます。プレートの抵抗を 430kΩ、 470kΩ という感じでしょうか。このような感じで調整して最終的にプレート抵抗 680kΩ で 76V 付近に調整できることが分かりました。言い忘れましたが仮想度の電圧も重要です。できることならば 1.4V 以上にしたいところです。内部抵抗の大きな真空管なので合わせるのが大変です。さらに条件があってプレート電流が低いのもダメです。条件が3個ありました。1プレート電流はできるだけ多く、2仮想度電圧は 1.4V 以上、3プレート電圧は 76V 付近に合わせる。この条件の最大値を探すことです。実験の結果では仮想度の抵抗は 3.3kΩ 付近になりました。仮設定として初段のプレート抵抗は 680kΩ でいくことにします。次に出力段側の仮想度抵抗を決めていきます。設定値 95V にするための抵抗値の計算です。電流は 31mA の予定ですので 95V÷0.031A、 3064Ω なので 3kΩ を仮に設定します。この時の抵抗のワット数は電流×電圧です。 0.031A×95V 約3W になります。ここでは 6W のものを用意しました。そして B 電源は低めの 200V くらいにして電源を入れ電圧を上げ調整していきます。ここでいう調整とは先ほど予定していた電圧に合うように電圧を上げていくことです。おおむね近い電圧になってくると実はすでにスピーカーをつなぐと音が出ます。ただし感度が良すぎるので初段のプレート抵抗を2個入れてデカップリングの電解コンデンサーを入れ感度調整が必要です。ここで完成図をご覧ください。回路を煮詰めました。初段側仮想度抵抗は 3kΩ に決めました。そして NFB 回路も追加します。今回無機関アンプでも 1.5W 近く出せます。しかし試作で感じたのは超三極結合のアンプに負けていないということです。ならばダンピングファクターを超3と同じ4に合わせてみようという発想です。 NFB の量を 5.4dB、
にして4になり揃えました。私が最近制作する中では少し多めの値になっています。さらに条件も合わせて出力も 1.6W に合わせました。さてさて、音も気になりますが性能も気になりますよね。2つを比較して見ていきましょう。今回は私の作った 6BM8 アンプでの超酸欠 VS ロフチンホワイトという企画をしました。周波数特性です。左側が超酸欠回路の特性です。低域がすごかったですが、その迫力に高域が足りなくなってしまった感じがします。ロフチンホワイトは高域が繊細で透明感があります。さらに低域も申し分なく、やはりこれは私が好んでいる音と思いました。実は2003年に1号機を作ったので、これは2号機なんです。せっかくなので回路紹介しようかなと思いましたが、核電圧が抵抗値とマッチしていなくて辻褄が合っていませんでした。随分適当な作り方でダメだこりゃという感じです。しかし概念は同じようなもので、初段プレート電圧の取り方は似ていました。次は歪み率特性です。超酸欠は3本の線が揃っていますね。しかしロフチンホワイトも 1W から上はほとんど同じと言えると思います。出力段側のプレート第2グリッドと仮想度間の電力損失は、超酸欠が 6.95W、ロフチンホワイト 7.1W なのでほぼ同じ条件です。入力感度です。超酸欠は 0.86V 時に出力 1.6W、 ロフチンホワイトは 0.6V 時に同じく 1.6W で、 NFB は 5.4dB かけた場合です。つまり超酸欠回路の方が5極間接続で増幅率が上がっているので、TG 気管の量がかなり多いように思われます。残留ノイズです。超三極間欠後 0.3mV、 ロフチンホワイト 0.28mV です。わずかですがロフチンホワイト式はオーバーオールの NFB なので少し低くなったようですが、大差ありませんでした。ここで言っているノイズとは、ボリュームを一番下に下げた状態でのノイズの量を測った簡単な計測です。数値が小さいほど良いですが、ここまで数値が低い場合は電源が入っていることを忘れてしまうほどです。主な性能を見てみましたが、いかがでしょうか。今回最大出力とダンピングファクターを同じに合わせて制作しました。 6BM8 ロフチンホワイト式真空管アンプの初特性です。周波数特性 8.3Hz から 30.8kHz -3dB、 最大出力型チャンネル 1.6W、1kHz 4.8% 歪み、ダンピングファクター4、入力インピーダンス 100kΩ、 出力インピーダンス 8Ω と 16Ω、 入力感度 0.6V 時 1.6W、 残留ノイズ 0.28mV。 一般的なロフチンホワイトアンプは電源立ち上がり時に出力管側の過電流等を考慮して B 電源の立ち上がりには整流管を使ってあります。今回防熱管のため問題はないのですが、一応整流管を使った回路も製作しました。多分意味ないと思いますが、気になるという方は参考にしてください。整流管はヒーター 6.3V のため電圧を抵抗で落として合わせますが、その抵抗の発熱がすごいです。性能としては 8V くらいの電圧効果があるので、スイッチング電源の調整がちょっと上げる必要があります。しかしアンプ全体の温度がすごく上がるので、いまいちおすすめできません。音質については全然わかりませんが、若干性能が落ちます。残留ノイズも 0.7mV になりました。 6BM8 で製作したロフチンホワイト式シングル真空管アンプ、ライン録音しましたので、その音をお聞きください。それでは再生します。
か、このアンプ良い音で鳴っていますよね。 6BM8 超三極間接続の音は前回の投稿をご覧ください。説明欄にリンク貼っておきます。このアンプは高電圧の電源を扱うので感電事故などないようにご注意ください。まだまだいろいろな真空管アンプなど制作していきます。今後も見逃したくないなぁという方は今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。ここで紹介した回路図など保証ができません。ご利用される場合は自己責任でお願いいたします。ではでは、今回は以上になります。今回の内容を楽しんでいただけた場合はいいねをお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。